King&Prince 大好き、まいこです。さあ本日1月17日は King&Prince がデビュー発表会見をした日。いわちもインスタのストーリーズで上げてくれてたよね。もうこういうところがさ、やっぱファンの人目線で物を見てくれてるよね。なんかそういうの本当嬉しいなって思っちゃう。ファンだけじゃなくて推し自体がそういうことを覚えてくれてて発信してくれるってすごい幸せじゃない。またさ、ダイレクトに言わないところがさ、粋ですよね。あとさ、これって私だけなのかな、なんか録画しようとか思ったり、たまにさ新聞のテレビ欄とかでさ、あれキンプリ出るのと思って見間違えるのがキングニュー。これあるあるじゃない？違う？私だけ？私の中のあるある？しかも今日知ったんだけど、キングヌーさんも今日がメジャーデビューの日なんだって。いやなんかややこしいと思ってまあでもキング&プリンスもね、キングヌーさんもアニバーサリー本当おめでとうございます。そしてキング&プリンスとしての活動が長く続いていってくれることを祈ります。応援し続けます。ということでね、今日は見ていただくと分かる通り、もう間もなく始まります2022年1月21日公開、キング&プリンス永瀬廉君主演、真夜中乙女戦争の舞台挨拶到着発表。前回さ、完成披露試写会かな、ファンクラブで募集かかったよね。で、私ちゃんと落選したんですよ。でも思ったの、私やっぱさ、ファンクラブって最初にさ誰担かを聞かれるじゃない。で、私岸くん担になってるから、レン君だけのイベントとかって当選しづらいんじゃないかなって。でも今回はね、ジャニーズ事務所じゃないのよ、主催側が。だから当たる可能性あるかもしれないということでね、ワクワクしております。もうだいぶ前からさ、真夜中乙女戦争の動画とか私上げちゃってるんだけど、なんかいろんなことがさあらわになってきてるじゃん、こう間近になって。この原作を読んでると、主人公は誰かとキスするのねだから当初から、へー、レン君キスシーンあるとかずっと思ってた。いや、なんかわかんないけど、もう翔くんのはなんか免疫できてるのよ。でもまだね、私の中でレン君は見たことなかったから、免疫がまだできてなくて、ちょっとあるのかな、どうなのかなみたいな不安がよぎってたんですけど、ちなみにカイちゃんとキシ君はまだ唇触れてないって思ってる、信じてる、まだ希望持ってる。まあとにかくね、推しのそういうラブシーンっていうのはちょっと複雑な思いになりますけれども、まあ今回ね、自分の目で見てみるまで全然信じません。角川映画の YouTube でさ、完成披露イベントとかさ、あの本編の様子がさ、こう YouTube に公開されたじゃん。そう、特にさ、完成披露イベントでなんかトークされた内容とか聞いてるとさ、あ、この作品ってみんなで作った作品なんだなっていうのを感じたし、すごい熱い思いが伝わってきて、より一層見たいなっていう気持ちになってて、真夜中乙女戦争の公式ツイッターってさ、めちゃくちゃ頑張ってない？私と黒服の出会うシーン、まあ、要するにデン君と柄本佑さんの出会うシーンだよね。そのきっかけが茎わかめなんだけど、それをハッシュタグ茎わかめでツイートしてねみたいな投稿があって、みんなそれでさツイートするからさ、レン君がキング&プリンスの公式ツイッターでさ、びっくりしてたもんね物語の中に出てくる猫ちゃんがいるんだけど、その猫ちゃんがいろんないたずらをして、いろんな企業さんとコラボしたりとか、私もジャニーズアカウントのさアイコン、その猫ちゃんにしたんだけど、でレン君のさヒルマイルドのコメント欄、みんな猫ちゃんで埋まってたもんね、アイコンが。いろんな企業さんとコラボされてたのか分かんないけど、すごいこの映画にかけてるっていう、その宣伝の熱量とかもすごい感じたし、その池田エライザさんがとんでもない映画ができたって言ってて、なんかすごいその言葉にワクワクしちゃった。本当に今までのかっこいいレン君、アイドルのレン君ではなくって、一役者としてのレン君が見れる作品なんだろうなっていうのはすごい期待してるし、そもそもこの原作読むとわかるけど、主人公って冴えない役だから、普段のレン君とは似ても似つかしくないキャラクターだと思うんだよね。これを永瀬廉がどう演じるのか。しかもさ、その監督とかっこいい作品にしようって言っていっぱい話し合ったって言ってて、主題歌もビリー・アイリッシュさんだし、なんかこの世界に通用する映画を作ろうとしてたんじゃないかなっていう気もしちゃうし、主題歌がビリー・アイリッシュさんっていうこと自体もさ、
結構驚きじゃない？あ、海外のそんな有名な方に主題歌をみたいな。でしかもレン君ってもうビリー・アイリッシュさんに知られたってことじゃん。すごーと思って。あの主題歌もなんかちょっとその影のあるだけど壮大な音楽な感じがして、これ東京タワー？わかんないけど、このビルの中から見えるその燃え上がる街とかにさ、あのビリー・アイリッシュさんの主題歌、すごいなんか壮大な出来事が起きてる感じするよね。本は読んでるんだけど、どんな風に表現されてるのかなっていう風な期待がすごいある。とにかくメッセージ性がすごい強い作品なんだろうなっていうのはすごい感じてて、この私っていう役を演じる上でレン君自体もすごいこの作品というか、その私っていうキャラクターにもすごい対峙したんじゃないかなってすごい思うから、永瀬レン君自体が一回りも二回りも大きな人になったんじゃないかなとも思うから、レン君自体にも刺激を与えた作品なんじゃないかなって勝手に思ってる。あと大学生お悩み相談イベントみたいなのさやってたじゃん。結構恋愛相談みたいなのがあったじゃん。でもそれもなんか的確に返しててすごいなって思っちゃう。というわけでちょっと今結果が出てるかもしれないのでチェックしてみたいと思います。当たれ。なんでだよ。当たるんじゃないかってワクワクさせてもらえたことに感謝だよね。またいつか会えると信じて、とりあえず映画館のスクリーンで会えることは決まってるんだから。ちょっとね、なんかね、このタイミングでさ舞台挨拶行けたらレン君のお誕生日とかガチでお祝いできたんじゃないのとかさ、ちょっと期待しちゃってたの。そういう欲が良くないね、きっとね。まあ今回は残念でしたが、また懲りずにね、こういう応募できるものにこれからも応募していきたいと思います。ちょっと残念な結果になってしまいましたが、最後までご視聴いただきありがとうございました。皆様チャンネル登録よろしくお願いします。